今日のキャンプはデイキャンプ。キャンプをしながらリモートワークもこなして、お手軽なキャンプご飯を作って食べようと思います。こんにちは、リノです。キャンプの前に周辺を撮影していたのですが、誰かが作ったと思われる秘密基地を発見。ちょっとだけお邪魔しました。青空ベッド最高。松の葉を敷き詰めたベッドはふっかふか。秘密基地は周りを囲む柵と真ん中に焚き火場。そこにあるもので作られたブッシュクラフトの数々。きっと近所に住んでいる子供たちの作品ですが、自分の子供の頃を思い出してドキドキしてしまいました。キャンプってこういうサバイバルへの憧れが最初の原点ですよね。今日のキャンプもいつもの DD タープで。そして新しいアイテムがこちら。Amazon の欲しいものリストでいただいたスノーピークのソリッドステーク。ピカピカ新品のソリステ、大事に使わせていただきますね。視聴者さんからいただいたものは動画の中で紹介したり身につけたりして、たくさん活用させていただきます。リノキャンプの動画を一緒に作っていくという感覚でご支援いただけると嬉しいです。ご支援いただいたものは私も全力で工夫して動画コンテンツにさせていただきます。スノーピークのソリステは数本しか持っていなかったのですが、20センチのソリステを10本いただいたので、タープのアレンジなど活用させていただきますね。動画を作っていくのに一番必要なものがモチベーションで、私のモチベーションは見てくださる方がいるということ。特にコメントをいただいて会話させていただいていると、動画を作ってよかったなと思えるんです。コメントやいいねボタンを押していただけると頑張ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いいたします。今日の拠点も完成したので、ココアを入れて一服。冬の寒さの中で飲む温かくて甘いココアは贅沢の極みです。私は集中するとき甘いものが欲しくなります。用意したのはチョコビスとマシュマロ。焼いたマシュマロをチョコビスで挟んで食べるスモアですね。ゆるキャンのりんちゃんが作ってました。マシュマロをチョコビスで挟んで、焼いてないけどスモア。りちゃん、チョコビスとマシュマロ、これはこっち。マシュマロココア、わっめっちゃ美味しそう。マシュマロをチョコビスで挟んで、スモアいただきます。ゆるキャンはアニメもドラマも人気ですよね。夏に公開予定の映画もとても楽しみです。キャンプ好きの方は見ている方も多いんじゃないでしょうか。私も全話見ています。このスモアもゆるキャンの影響。そして私がつけているマフラーもゆるキャンのりんちゃんがつけているマフラーを再現したモデル。これも
アマゾンの欲しいものリストからいただきました。ありがとうございます。いつかゆるキャンの聖地のキャンプ場にも行ってみたいです。その時はりんちゃんの格好をしてゆるキャンの世界の中に入り込もうと思います。でもクオリティは期待しないでくださいね。あくまでも気分なので。いただいたりんちゃんのマフラーもたくさん活用させていただきます。本当にありがとうございます。キャンプはアウトドアでするもの。空にはいつも太陽が光っていて、太陽の力を実感しますよね。今回は太陽の光もキャンプに活用してしまおうということで、統合パワーのポータブル電源アドバンス650と 100W のソーラーパネルを持ってきました。太陽の光を電力に変えて、その力で快適にキャンプをしていこうと思います。これは 100W の折りたたみ式ソーラーパネル。パネルの裏側にはポケットがついていて、開くとポータブル電源につなぐケーブルが出てきます。パネル単体にも USB 端子がついているので、これだけでもスマホなどのデバイスはしっかり充電できますね。ポータブル電源につなぐとだいたい 70W くらいのエネルギーで充電してくれます。しっかりと電気を貯めればコンセントを挿して AC 電源の電化製品を動かすことができるから、キャンプにも災害時にもとても頼りになるアイテムです。バッテリー残量が 70% ほどあるので、電気を使っていきましょう。冬のアウトドアの敵は何といっても寒さ。腰に巻いた電気毛布とリモートワークのための MacBook Pro に給電していきます。コンセントの部分についたキャップを開けてコンセントを挿します。このポータブル電源は 500Wh のパワーなので、ドライヤーや電子レンジなど消費電力が高い家電以外はだいたい動かすことができます。私が使っている電気毛布もフルパワーでつけても Mac の充電と合わせて 90Wh 程度。まだまだいろいろな家電が動かせそうですね。今日はキャンプをしながら仕事もしていきます。アウトドアでの仕事も電源と電波があればできてしまう便利な世の中になりました。このポータブル電源、上の面でスマホが無線で充電できます。ライトもついていて、かゆいところに手が届くような細やかな機能がとても嬉しいです。では青空の下で仕事もできたので、キャンプご飯作っていきましょう。今日作るのはイングリッシュマフィンのサンドイッチと野菜と果物たっぷりのスムージーです。焚き火や炭火で豪快に作るキャンプ料理も好きですが、お手軽にさっと作れるキャンプ料理も好きです。どちらにしても外で作って食べるご飯は楽しいし、何より何倍も美味しいですからね。具材を挟んだだけですが、マフィンのサンドできました。スムージーを作るのにハンドブレンダーを持ってきました。ポータブル電源があることでキャンプ料理のレパートリーの幅が広がります。材料はほうれん草とバナナ、いちごとレモン、そして牛乳です。まずはほうれん草を切って牛乳を入れたら、コップの中でブレンダーをオン。コップとブレンダーがあればできるから、
洗い物も少なくって便利ですよ。バナナとイチゴも加えて、またブレンダーをオン。滑らかになったら、最後にレモンを絞って出来上がりです。野菜と果物のスムージー、トロトロできました。今日のキャンプご飯、マフィンサンドとスムージー、いただきます。焚き火料理ではないけれど、電気があるとキャンプもちょっと変わる。火が使えない場所でも料理ができるし、外で食べるご飯はいつだって美味しい。お手軽キャンプ料理だったけれど、気持ちよく過ごせたし、外で仕事をしてみたらいつもと違って新鮮で楽しかったです。ディノキャンプでは、キャンプやキャンプ飯、キャンプギアの紹介などいろいろな情報を発信しています。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございます。